時計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 Represent の話したところさは答え間違えんなキャヌヒゲメ聞こえてる世界さギャスマニー飛んでるお前の意識意味なんかねえよ気に入らねえなら倒すだけあんまいつでも試験サイコバイオレンス誰も俺を縛ってくれんなたね。た。チャーシュー力。川越店。これがちょうど、うん、今日か。店長からダイレクトメッセージもらって、ぜひ使ってくださいって言うから。ノンストップとかこれされてんだね。もう本当だ。マニゲに。マックス鈴木とかさ。じゃあちょっと行ってみましょうか。じゃあ入ってみましょう。うん。ちょっとね、チャーシュー力に来ました。チャーシュー力川越店。川越店綺麗だよね。綺麗、全然小綺麗。前なかったもんね。ないないない。前なかった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 。なんかすげえ、この前のさ、さやま、新さやま、全然違う。全然違います。初めて違うね。プロレスをしてないし。いや、本当ですよね。ね、確かに。ちょっと軽く店内、うん、どんな感じ。うん、実は一昨日食べたばっかでまたなんか中一日開けただけで。そうですね。でもちょっと味は変えたから。俺はブッチャーの塩。ゆうたは？俺はブッチャーの塩チャーシュー大盛り。結構ボリュームあるからね、うん、ちなみにマッチョ何でした？俺は普通の普通盛りの普通の味噌。あ、味噌か。サソリ型。サソリ型。あれしかね。あ、塩か。俺塩。この前、味噌だったから。いや、腹減ったね。腹減った。ちょうど、これちょうどだから、店長さんに、どうぞ使ってくださいって言われて。うん、そうですね。はい。だから、あれ今日来たのかな。マネージャーアカウントの方に来て、うん、さっきマネージャーから言われて、はいはいはい、でも今日の今日だよね。今日ですか。ちょっと、はい、ね、協力いいよって言ってたから、ありがたいですね。ありがたいです。許可取りとか結構さ、ダメなとこダメだから、ね。ああ、何気に。だから占いとかもさ、うん、ババアとか一丁前にさ、顔は映さないでとかさ。ババア。え、ドンピシャだったんじゃない？まあ、うん、あ、来たよ。失礼します。はい。じゃちょっと自分の分。自分の分。うまそうだね。今それ何食べてる？これはサソリ型の。サソリ型の味噌。麺がちょっと太めなんだ。ちょっともう食べかけだけど、海苔がめちゃめちゃ一枚バカでかいからね。一枚丸々だから。そうそう。マジさんの顔ぐらいマシだよね。いや、もっとでかいぐらいだったよね。そうそう。あとこのレンゲのでかさね。あんまり分かん伝わらないかもしれないけど。まあでも卵を丸々乗っけても。そうだね。余裕あるからね。俺箸の使い方が下手だった。ああ。嬉しい。熱い。ちょっと早い。あれ前回塩食べたんですか？前回塩。ゆうたはなんだっけ、頼んだ今サソリのチャーシューの塩盛り、ね、大盛りだ、はい、また塩もう前回塩うますぎてまたうまい、うまい。おととい食べたけどね、やっぱり全然いけるね。で前回塩だけど、うん、味噌もいける。うまい。100点。俺が逆にこの前味噌で今回塩頼んだからね。ちょっとどんなもんか。そうだ、話
変わるけど今日はね、うん、ゆうたの外力チャンネルを外力しました。新宿まで行ってちょっと俺ら茶化しに行ってでも どうだった。まあでもまあだんだん慣れてきてるんで、うん、まあね、まあ、ちょっとカメラが近いぐらいで、まあ、あとは言ったカメラ近くないですかって言いました。言ったカメラ近くないですかって言って、うん、ちょっと自分引くんですよ、うん、引いて、まあ、ついてくるんだ。ついてくるんですよ我慢してくださいって言われてました。マジで、うん、そうあれ近すどう考えても近いよね。いやちょっと近いですね。いやでもまあまあ無事まあまあ終わってね、まあ、オンエアが楽しみだからちょっと、まあ、うん、じゃあ来たので見て俺のこの塩ブッチャーのごつさよ。いやブッチャー量がやばい、ね、えぐいわ。やばいっす。うわすっごい。ちょっと一口いってみるか。まあスープから、うん、あうまいわ。うまい、うん、ちょっと待ってまだ熱いからさ、うん、なんかバクバクいけないけど。チャーシューでっけえし、あ、もうほんと細麺だ。いや、でも、うん、うちの塩麺が違いますね。あ、ほんとに？はい。違う？これでも違う？違いますね。ゆうたは？違う、チャーシューの大盛りなんで、でも自分でも一応大盛りですから、ね、うん、ほら、細麺だもん。やっぱ味噌と全然違う。あ、違う。なんといっても俺ラーメンが一番好きだから、うん、食べ物の中で。うまいね。ちょっとチャーシューいってみるか。見てこの厚さ。え？でかっ。この厚さ。やばいわ。超柔らかいし。すごいですか。超柔らかい。厚っ。うまい。結構俺の食レポが正直で、うん、あ、そうだね、いいとかって結構感想ある。マジでうまいわ。何点？何？これ何点？何点？点数？あ、でも俺この前おととい食った味噌よりはうまい、うん、あ、こっちの方がいい。塩の方がいいかも。点数どうだろうな。まあ、ちょっと厳しく、うん、でも90点。おお、厳しく言っても90点。これあれですかね、町田味噌じゃないですか。味噌だね。味噌として油の量違うんですか。なんか多分違うです、うん、そうか、違うんですか。違うね。スープの味だね。残しちゃうんだね。あ、マジで。はい。いや、量が多いわ。あれ、横の方がいいんじゃないですか。あ、横ですか。いや、汗半端じゃないよ。俺？うん。え、俺書いてる？書いてますね。マジ？テッカテカだよ。全然自覚なかったな。でももうちょい、もうちょい終わる。いや、これ最後のチャーシューの追い込みが。チャーシューだった。でも普通のラーメン屋の苦さめっちゃ上手くなってる。こっちだよ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 。もう思いのほかあったね、量が。うん、久々だったから忘れてたけど、昔は平気で食ってたもん、ね、余裕で食ってたね。やばいな、これが40前の胃袋なのかな。いやー、気に入らない。間違いないね。で、じゃあ最後このチャーシューが、いやこれチャーシュー溶けて気づいてなかったんですけど、下に結構もう決まってるんですよ。いやでもうまいよ。うまかった。間違いない。満足。俺うまいっつってんだから、うまい。まあ、正直者だから。じゃあぜひ、ね、みんなに来てほしいね。ね、うん。食べに来てもらえれば。そうそうそう。結構、まあまあ、なんか、いろいろ、やっぱチャーシューがすごいんだね。チャーシューはやっぱり、チャーシュー力っていうだけあって。うん、
いや、苦しい。飲み終わったらちょっときついですね、これ。いや、きついね。あれだね、よっぽど腹減ってる時じゃないと、ブッチャーはやめた方がいい。普通盛りで十分です。十分ですね。わかりました。うん。とりあえず一回切り終わったことだよ。一回ちょっと、まあ、休憩。10時間。OK。いやー、食ったね。いやー、食いました。もう僕らチャーシューでいき。もうね、ブッチャ食べたから、ブッチャって一番大盛りの、大盛りというか、うん、すっげえ苦しいわ。いや、俺大盛りでこんな苦しいんで、ブッチャ食えないっすね。いや、結構やばかったよね。やばいっす。前なんか余裕で食ってたんだけどさ、もう40万円の胃袋はこれだわ。うん、ちょっとびっくりした、こんなに食えないかと思って、うん、まあ普通に食ったけど、うん、ちゃんとスープまで飲み起こしてたから、ね、いや、そうですよね、うん、波だったら飲み起こしてましたもんね。そうちょっとね、ここ普通に本当にうまいから、うん、おすすめ。あの店長さんもいい人だから、あのぜひ皆さんちょっとね、あの遠いかもしれないけど、うん、チャーシューリキュー、よろしくお願いします。勝手に言ってろ、秘めてるメイクマネーの才能、切り刻む我慢の魂、味わったら最後、右ストレートの切れ味。